現地在住で評判がいい日本人の方を、探してたりとか、まあ、実績豊富だったり人気がある会社、まあ、日本人のサポートしっかりしている会社っていうのは、まあ、探し方としては、現地のですね、フィリピン政府のちゃんと認可を受けてるっていうのが一つポイントになりますよね。あとは、まあ、可能なら直接、対面でお話された方がいいと思います。まあ、電話もいいんですけれども、できれば、まあ、ビデオ通話、まあ、遠い場合はビデオ通話、あとできれば対面でですね、僕が永住権のサポートしてもらった場合、時も、品川にたまたま日本に戻ってきた時に、向こうの方もいらっしゃって、品川で対面で話してたんですよね。で、そのことしっかりしてる、サポートができる会社っていうのはいいですよね。あとは、メールとかのレスがちゃんと早いかどうかっていうのは一つ見極めポイントかなと思います。その辺が適当だとダメですよね。